特徴的な覆面と足の赤み中型個体、赤足クワガタは、節足動物門昆虫高校注目クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。体長は 21.8mm から 58.5mm、24.9mm から 38.9mm で、日本産のクワガタムシの中では中型である。和名の通り、足の下や覆面が赤みがか,かっていることが、 他のクワガタムシにはない本種の特徴となっている。大型のオスの長い大顎の先端には数個ほどのうち、歯がついているが、中型個体では、大顎が短くなり、小型のオスとなると、うち歯がほとんど発達しなくなる。沖縄県を除く日本全土に分布している。主に標高1000メートル付近のブナ林に生息しているが、 場所によっては100メートルから200メートルほどの雑木林にも生息している。ヒメオオクワガタと同様に標高の高い場所を好む種だが、本州から九州の盆地帯や山沿いの平地にも局所的ながら多数見られ、北海道の平野でも普通である。また体感性も備えており、口述のように多種の活動が衰える10月頃まで観察される。 生態は、同じく高山種タネのヒメオクワガタと似ており、生虫は6月から10月頃にかけて、産地のヤナギや半の木、竹カンバ、白カバなどの若木の紅葉樹の枝や、細木の樹幹部分に集まって、自らの顎で樹皮をかじり、そこから滲み出る樹液を餌にしている。主にこうした樹発的に樹液を出させる行為は、より強力な顎を有するメスが行っている。 その一体に生えている木々にまんべんなく集まるのではなく、限られた一部の木の枝先などに、複数匹の個体が集中することが多い。一方で生態の類似する姫大クワガタよりも、生息場所や餌に融通が効く方で、高標高地域の個体と比較すると生態が多少、異なるようだが、霊量地域の平地や低山地では、一般的なクワガタと同様に春にレやクヌギ、コナラ、 水ならなどの各種紅葉樹の樹液にも集まって接触する姿も見られる。また、観察数は少ないながらもコワガ型や平タクワガ型などのように樹液の流れる木の洞に潜む個体も見られる。同じドルクス族のコワガ型やスジクワ型などと混成するケースも多いが、基本的に平地よりも標高が高い地域を好むようであり、混成種。 競合種の多い低山では個体数は少ない。幼虫は大クワガタに似ているが、微単の内容物が生国っぽく見える。1から2年ほどで成虫となる。成虫は特にブナタイなどだと夜間に10日にたくさん集まるため最終者などからはバケツに赤足などと言われることもある。大クワガタ族のクワガタムシでは珍しく、中高性と飛翔性が強い種であり、 10日にも飛来する。最近になり、中国からに亜種が記載されている。本種は、他のクワガタムシよりも高評価交代に生息しているため、やや涼しい環境を好む以外には、容易に飼育できる。なお幼虫は発酵マットでも、金種瓶でも、在飼育でも飼育できるが、大型個体を羽化させるのはやや難易度が高いようである。本種の野外個体は、 その年にすべて死んでしまうが、飼育下個体ならば、他の大オオガタ族のように越冬させることもできる。野外での寿命は数ヶ月ほどだが、前期のように飼育下では一年以上生きることがある。海外の大オオガタ族には、本種の近似種がいるが、本種のように脚部や腹部が赤い種はいない。ありがとうございます。